はい、どうもこんにちは。はい、こんにちは。今日はじゃあ今日は向井がオーストラリアに来るということで3人でやっていきたいと思います。南2曲11巡目トンチャ19000点持ち、マンズが2345567、ピンズが5667、ソーズが455ということで、ドラがいいですね。親で言ってんよりは言ってるけど、まあまだまだ言っちゃうと確実じゃないっていうような点数で、まあ、結構いい手が入ってるという局面ですかね。じゃあ皆さん何切るか決まりましたか？はいはい、はい、じゃあせーの、スローピン。2人は同じだったかな。ローピン、ローピン、ローピン。あージェフはスーソーと。じゃあ2人の理由から聞いていきますか。じゃあタゴ、頭をどうするかっていう手かなと思ってて、2345567で、まあ、レアンパーワンの受けがあって、ウーアンが頭になりそうかなっていうところで、レアワンでも頭になるしっていうので、レアンパーワンのところで頭ができそうで、5667が中膨れで頭にはならなそうで、455で嘘頭になる可能性あるなっていうのと、まあ、通奏があってメンツにもなるっていうので、まあ、ローピンが余計かな。あと単純に455のソーズのブロックと2345567が、完全イシャンテンの三面ちゃん系みたいな感じなんで、ローピン切りと。はい、そんな感じです。メーザー君、補足ありますか？日頃の3色が見えないかなと思って、頭候補がマンズのところで作るか、ソーズのところで作るかで、まあ、ニャグパーワン引いた時なんだけど、どれを引いても、まあ、マンズが日頃で使えるパターンがなくて、ヤンマン引いても、まあ、差し子のマンズ、ウーワン引いても2差しのマンズ、パーワン引いても2差しのマンズだから、まあ、日頃の3色作るには遠い。マンズどこ引いても引いたらもうリーチ行っちゃうからね、一手代わりできないから、そう思った時に日頃の感触が見えないから、まあ、ローピンスタムに切って受け入れ枚数が多い子で取った方がいいんじゃないかなと思いました。これゴロチがないのかな。ローピン切ってチーソー引いたらゴロチ見えるけど、わざわざさチーソーって思ったらさ、ツーソー切る切んない。普通に両面で待つんじゃない？両面だね。両パーワンだから。そう、一手代わりは見えないんだよね。もうインシャンテン状態だから。正直ないです。ジェフは数層切りって言ったんだけど、受け入れ枚数が一番多そうだなと思ったのが数層で、まあ、マンズの形は2345のこの4連携のくっつき形だし、ピンズは中膨れの形で、あと1面ずつ作れればいいのかなと。で頭固定通奏切りと、あとトンチャで11巡目っていうところで結構終盤に差し掛かってきてるんで、受け入れ枚数がより多い方が価値が高いかなというところですかね。はい、じゃあキンマミンの答え見てきますか。通奏 22%、 あ、ローピン 40% だね。でウーワンが17%。ウーワンもあるんだ。ウーワンも割と多いね。ウーワン切るならリャンワン切りじゃねえか。リャンワンの方が少ないね。そうなんだ。はい、というところでシミュレーション結果見ていきますか。じゃあシミュレーション実行と、ローピンだね。ローピンだね。第一が2831点、数層が2643点なんで200点くらいですね。ローピン切りって最終形がほぼ両面だよね。そうだね、そうだね、確かに。ここでリャウパワー持ってくればアブロッソーだし、アブロッソー持ってくればリャウパワーだしって感じか。最終気が強いから。そうだね、ローピンは上がり確率が明確に高いね。通奏に対してパーセント連敗確率は、まあ、受け入れ枚数が1枚多いので通奏ヒーローが高い。ちなみに3番目がウーワンと。ああ、で4番目がリャンワンなんだ。だからキンマミンのウーワン切りの方が多いっていうのは大事で合ってるね。ちなみに順目ごとを見るとピンクがローピン、2番目の濃い青がウーソー、3番目の緑がスーソーで、ウーワン、リャンワンか。まあローピンがずっと高いんだけど、1巡目はウーソーがほぼ同じだね。ウーソーってそんな期待値高いんですか？なんかリ
ラーメン固定でそんなに大地に高くなさそうに見える受け入れも高いし、結構運送切りが特徴的な期待値の差がいいかな。11巡目ぐらいになるとやっぱり受け入れが少ないっていうので期待値は下がっちゃうけど、1巡目だったら一番期待値は高い。最終形がラーメンになりやすいのか。そうだね、そうな気がするね。あ、そう見るとやっぱ最終形が両面以上で待てるっていうのがコールされて、嘘切りが2番目に来る。なるほどね。ちなみにさっきの手で言うと2番目に来てた数層切りっていうのがローピン切りよりも低い理由は、その今のみたいに最終形が丸くて上がり確率が低いってことだよね。数層切った場合は嘘が頭固定になっちゃうけど、ギャウンタワー引いた時にシャボの形になっちゃって最終形が弱いってところが上がり確率の低さに出てるってところで、だからこのマンズの形が頭を作りやすい形なんで、この運送頭固定は良くないんだ。形が例えばこういう感じで3面ずつ作りやすそうな形、この場合だとどうなんだろう。運送切りになりそうな気づきやな。これ一応レアパワーですね。そうだね、ただメンツになるってことだよね。いや、まあ、これだとやっぱり数層なんだね。頭固定なんだね。でも上がり率は数層の方が低いってことは、やっぱり一定項が考慮されて期待値が高いとかなのかな。確かに上がり確率は数層の方が低いんだけど、それでも期待値は数層の方が高くなるってことは、こっちの形だと一定項が見えやすいってことか。あと最終形もやめになりそうです。はい、じゃあいろいろ学びがあったと思いますけれども、今日の学びをごけんくんお願いします。はい、今日は2345567が頭作りやすい形なんで、受け入れ枚数が数層切りの方が優位なんだけど、最終形が両形になるっていうところで、今回はローピン切りして柔軟に頭を作れる形に待った方が強い。で、あとこのリャンワンが数ワンだった場合はマンツが3面ずつ作りやすい形だから、数層切って、4面ずつ作れるっていうのが期待値高かったり、最終形が両形になるっていうところと、まあ、受け入れ枚数のバランスを見て打牌を選択しましょうっていうのが学びだと思います。はい、ありがとうございます。じゃあこの動画を見て良いと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。バイバイ、バイバイ。